こんにちは、果実シュラーのまさきです。今日の動画は、新規果実種会。こちらの果物を果実種にしていきたいと思います。これはパパイヤです。皆さんもよくご存知の果物です。僕のチャンネルでは結構マニアックな果物を果実種にすることが多かったと思うんですけど、時には一般的な果物が出ることもあります。パパイヤ種は、今まで漬け込んだことがなかったですので、今回初めて試してみることにしました。では早速、パパイヤ種仕込んでいきます。ではまずは、パパイヤをきれいに洗っていきます。そして、きれいな布で拭いていきます。そして、いつもの瓶にグラニュー糖とホワイトリカーを入れます。グラニュー糖は 130g。 そしてホワイトリカーは 470ml です。入れました。あとは果物を入れるだけ。ではパパイヤを切っていきます。このパパイヤ大きいですよね。大久保のエスニックの店で買いました。なんとこれで350円でしたよ。大久保のあたりはエスニック料理が安い。では切っていきます。はい。おお、パパイヤの缶詰のパッケージそのままの景色ですね。手応えはマンゴーの果肉にそっくり。ではちょっと味見をしてみます。意外と甘くないです。甘みは柿の半分ぐらい。マンゴーと同じ食感でしたので、少し肩透かし。缶詰のパパイヤは甘いようですが、あれは甘みをつけてあるんですね。でもちゃんと缶詰のパパイヤのマンゴーの甘い香りを減らして、少しほろ苦い香りを付け加えたような風味がちゃんと出ています。おお、皮をかじってみるとかなり苦い。果肉のほろ苦い香りは皮から染み出しているみたいです。まあじゃあ皮はあまり付けないようにしようかな。では今度は種を食べてみます。昔、トリビアの泉というテレビ番組で、パパイヤの種はわさびの味がすると言っていましたが、本当かな？お、これは本当にわさびの香りがします。香りだけじゃなくて、ちゃんと鼻に抜ける辛味もある。まあ、わさびの味だけじゃなく、スイカの種みたいにフルーティーな風味も混ざっていますが、結構しっかりわさびです。しかもその辛味は種を噛み砕くとどんどん強くなります。なかなか結構ちゃんと辛い。では果物を瓶に入れていきます。ヘタを切り落として、先に皮からは苦味が出るかもしれないので、ある程度削ってしまいます。まあ、これくらいは入れることにしようかな。
ここでちょっと種を多めに入れることにします。果実酒に辛い味が入るなんて珍しいし、何か持ち味が出るかもしれない。はい、液面が上がりました。残りのパパイヤは私のおやつ用。はい、てなわけでパパイヤ酒の漬け込み終わりました。たくさん入れた種のわさび味は果実酒にどういう影響を及ぼすのか、試飲の時が楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございました。